一生の終わりに残るものは自分が集めたものではなく自分が与えたもの。今や変えられるものを変える自由が与えられている。必要なのは勇気である。苦しい峠でも必ず下り坂になる。愛情の深さと歳月は比例しない。たとえどんなに短くても本物の愛は心を十分に満たしてくれる。闇の中に置かれたがゆえに、それまで知らなかったさまざまな明るさのありがたさがわかるのです。それこそ当たり前が輝いて見えてくるのです。この世に雑用という用はありません。私たちが用を雑にしたときに雑用が生まれます。不要な枝葉を切り落とし身軽になること。意地や執着を捨てて素直になること。他人の意見に耳を傾けて謙虚になることが成熟ということ。他人任せでは幸せは得られない。自分が光となって世の中を照らそう。命は大切だ。と言われるより、あなたが大切だ。と言われた方が生きてゆける。何もかもぶちまけるのが親しさではありません。親しさというのは開示性の度合いではなく、相手の独自性を尊重する度合いです。お互いが一個の人格であるということを認め合う。相手に気に入られるため、嫌われないために、あなたが自分をなくしてまで相手の言いなりになったり、無理をしたりすることはないのです。人間は弱いものです。口ではきれいなことを言っても、なかなか体がついていかないことがあります。自分の敵を頭では許しても体が言うことを聞かないということもあります。そんな時は相手を愛せなくてもせめて相手の不幸を願わないことです。人間の一生の間に大きな幸せと呼べるものは数えるほどしかないものです。今を大切にして生きないと花は開かない。今をいい加減に生きると次の瞬間もいい加減なものとなり、いい加減な一生しか送れないことになってしまうのかもしれない。許すは損をするかもと思う。だから難しいのです。結婚しても就職しても子育てをしても、こんなはずじゃなかったと思うことが次から次に出てきます。そんな時にもその状況の中で策動力をしてほしいのです。